ぱいできました。ジップロックのさっきのよ、胸肉入れていきます。これね、ポイントがあるんですよね。蓋閉めないでください。はい、あとはこう火を消して余熱でやっていくだけなんですよ。ジップロック溶けへんかな、怪しいな。ジップロック溶けてないこれ。まあ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 、しゃあない。取れました。あ、取れました。うまい、早っ、すごい、うまっ、セーチェック、早いな、こっち。どういうことや、チャンス、ここ、あら、あー危ねえ。うん、イボル、いやー惜しい、チャンス、どこ移したんだよ、まず試合移す、ナイスバサー、いやーいい、あーサンキューサンキュー、うまい、いやー歩きましたね、今日これから歩こうと思います。私、阿部寛です。雨が降っております。マイクが壊れないか心配です。いやー、いい家ですね、いい家だ、マイクが壊れないか心配です。運の仕業は飼い主の責任、あざる、取って帰りますよ。僕はね、うんちしてもちゃんと取って帰るぞ。パワースポット。西アズのパワースポット。何何 ?GS。なんだろうこれ。これは一体何だろう ?30 キロの道路。今日は満月が隠れてんね。この雲の調子だと、西の方に流れていってる。浜松の人大丈夫かな。浜松の人聞こえますか。薬の秋、薬の秋、西大津の遊べるとこあんのって聞かれたら即答します、薬の秋。ちょっと羽を伸ばせば藤枝の方にドンキーがあります。ただ毎回行ってらんないよなっていう人には西大津で薬の秋おしてるです。毛の肥道というコーヒーショップに行って豆を買ってきました。いつも行ってるところだと900円で買えるんですが1300円かかってしまいました。その分の400円、明日から死ぬ気で働きたいと思います。セブン&アイホールディングス。セブン&アイホールディングス、いやどういうイメージで作った看板なんだろう。僕だったらこうするな。タバコのところを緑、酒のところを黄色、 ATM のところは赤、この7の上のところだけオレンジっていうのが味噌なんだろうね。うっ、秋山健業、気になるで、そっちもコンビニかな、コンビニか何かかな。じゃあ行きましょう。今日も40分、今日は40分ぐらい歩きました。いやきつかった。きついんじゃない、きついんじゃないんだ、ジョー太郎、きついんじゃないんだ。